チャンネルの提供はアニソンバーモフルとアニソンバーギルドなどご覧のスポンサーでお届けします。店舗については概要欄からご覧ください。いろいろ勝ち取って、だっていまだにそうだったりするときあるから、あ、それは大事ですよ。いや、それはそうでしょ。え、でもなんかこう一番使命じゃないの？ゆりさんちょいちょい勝ち取ってますね。それは素晴らしいです。そうなのかな。でもそんなお話来ないけど、まあ来たらだからほらイメージが合うのか、お仕事する機会はね。そりゃそうですよ。本当にさ、もうさっきもね楽屋で言ってたけど、アニソンシンガー絶滅危惧種だから。そうなんですよ、大事にしてください皆さん。このアニフラをみつきちゃんに言って作ったんですよ。あ、そういうことなんです。みつきちゃんがなかなかないでしょ。ないです。で、私もなんか探してるし、そういう場所作っていけたらなって思ってます。まさに同じ思いですね。だからなんかアコースティックで、なんかこう今までの名曲で皆さんの名曲をこうお届けする、で、ご本人に来て歌ってもらうっていうので、ありがとうございます。恐縮です。恐縮です。出ていただいてありがとうございます。いや、こちらこそです。やっぱりこういう機会はね、嬉しい。絶滅危惧種だからね。だからどうやって生き残っていきますか。我々が持ってるパッション、あり余るほどのパッションはやっぱり出していくべきですね。そうね、で、出してますよね。どうなんだろうね。お酒を片手に。え、そう、お酒片手にね。そうですね。ゆみさん、でももともとそんな感じでしたっけ。コロナでやっぱりそういうスタイルになって、徐々に。っていうか、私本当にさ、コロナの前が海外のから、なくなって本当にゼロスタートで、もう無理やり配信とか、途中でなんかもう携帯の充電とかなくなってブチって切れるとか、もういろんな、可愛いっていうようなやりながら、とにかくこう、活動していくっていうことがすごく大事で、すごい応援してもらって、だから当時なんか本当に毎日のようにラジオ生配信して。はい。でも何にも内容ない、空酔っ払ってくだ巻いて喋ってくだみたいな。くだ結構普通にお話してるって感じで。そうそうです。へぇ、そういうのやったことない。あ、やってます。それまで、今までやってなかったんですけど、ちょっと今年に入ってツイキャスとか、あと池袋 FM とかで、ラジオも、そう、ラジオやらせていただいて。ちょっと池袋も行ってる。池袋行ってます。ますね。すごい、じゃあパーソナリティも。あ、そうですね。で、ローカル配信なんですけど、ウェブでも聞けるようになってるので、そちらで発信させていただいてたり、TikTok でちょっと踊ったりしてます。おー！踊ってるのめっちゃ。そうですか。でも、めちゃくちゃ上手なの？いや、全然です。ゆみさんも TikTok 始めた？こんな感じです、こんな感じです。あ、これでいいなら、でもさっきハートできなかったからね、私。大丈夫です。キューでーす。キューでーすっていうのは私だけこうだったから。それ違う。それは何ですか？キューじゃないです。じゃあ TikTok も一緒にやりましょう。そうですね。そうです。あの、YouTube はされてないんですか？ YouTube はこれから、今準備中なんですね。今準備中だそうです。で、去年、ちょっとクラウドファンディングで、作った曲があるんですけど、それの MV をこれから。おー！クラファン280%達成。あ、そうなんですよ。そうなんですよ。すごい嬉しかったの。すごい。180ってどういうことですか？いや、やっぱり想定してた金額に対して上回って、皆さんが応援してくださったっていうことなんですけど、なんか、そんな思ってなかったから。いくらぐらいやらしい話？え、いくらだっけ？ちょっと50万円で、目標で、そこで制作していこうってなったんですけど、145万か。すごい！皆さんもご支援をいただきまして、すごい。なので、ちょっといろいろ、クオリティが上がりますよね。音楽なり MV なり。そうなんですよ。嬉しかった。なんだ、本当に音楽作るの大変だもんね。意外とね。そうなんで、今はそのおっしゃる通り、音楽だけじゃなくて、映像がないと見なかったりとか。確かに。なんかそこがなんかセットになってるから、だけどほら、さっきのさ、少子化高齢化社会じゃないけど、音楽にかけるこのなんか、費用感がだんだんなんか、ないけどクオリティも音楽だけじゃなくて MV も必要になってくるから、何かとやることは増えてるかもしれない。そうですね。まあ自由度も上がったけど、なんか付加価値もいっぱいついてないと、なんか単純にはちょっと、なんか
手軽に音楽を聴いてもらいづらいっていうか、うん、まあ、選んでもらえるように、ね、頑張らないと工夫しないといけませんよね。あーちゃんを、うん、あのアニソンから知ってるっていう方が結構多いと思うんですけど、なんかこうすごいこの曲は大変だったとかすごい気に入ってるとかちょっと思い入れがあるアニソンとかあれば。でも結構あるんですけど、はい、ぶっちゃけぶっちゃけフォーエバーですね。おあのエレメンタルジェレードっていう作品の結構四つ打ちのドゥンドゥンってしっかりしてて、うん、アップテンポの曲があるんですけど、うん、フォーエバーっていう曲は、うん、サビチの中でも、まあ、一番売れたかなっていう曲なんですけど、なんかそれまで私四つ打ちの曲って歌ったことがなかったんです。そうなんですね。でなんか本当にゴリッとバンドで来たから、うん、どう対応していくのか分からなかったんです、そのアレンジが上がってきた時に。でこれは私ものにできるのかっていうところで結構泣くぐらい抵抗したっていうか、うん、泣いちゃう、消化できないんですよ。あのでもすごい器用に今日も歌ってたりね。やっぱ声がもうアニソンの方ですよね。本当ですか。可愛 いですよね。可愛くて力強くて。褒められちゃった。切れちゃう。ありがとうございます。本当にこの曲を歌うときにすごく苦しみました。正直今だから話しますけど。でもなんか一生懸命頑張って消化してこういう四つ打ちであの早い曲を歌ってみて、それに歌詞を一生懸命書いてアニメに乗るイメージで、もう多分今までにない勢いで書いたと思うんですよ。書いて歌ってアンチューブだと、いやそれはさそれはさとかすごい、だからあのすぐできる時もあればこう、うん、ね、でも普段から書いてるのか、はい、そうやって来てからこうスイッチを、エミさんもね、作詞されますよね。そうですよね、うん、なんか45分とかでピッてできる時と、うん、なんか10日間あってもダメな時ありますよね。うん、うん、それはどんな風に書いてるの。私多分周りから見たら超ふざけてる感じだと思う。え、そうなんですか。もう多分何もやってないで、ね、でもあれですよね、あーちゃんさんはその作品も分かってから、タイアップ分かってて、うんうん、そうですね、タイアップは分かってるけど、やっぱりアルバムの曲ってそうはいかないので、やっぱりテーマ見つけて書いていかないといけないかな。じゃあタイトル決めて書く、それともテーマだけ決めて書く。あ、どっちもあります。タイトルから決めて、なんかそのタイトルに無理くり合わせるように一生懸命そのモチーフに合わせて書くときと、なんかとりあえず書いちゃってすごい気に入ったフレーズで埋め尽くすんだけど、タイトルは一体何だろうっていうところで悩むときもありますね。どっちですか。私タイトル最初に浮かんだことあんまないかも。じゃあ書いちゃって書いちゃって、うん、辻つまでも作品だとこう映像とか出てくる、うん、あ、そうですね、音とかさ、うんうん、そのオケ上がってきた時になんとなくイメージが出てくるから、うんうん、そこでこうストーリーが始まる。うんうんうん、わかります、わかります。エミさんはセレブニードという曲をさあ、そうね、なんかそういう、ね、あの映画の曲を書いたことあるんだけど、それちょっと知ります。その曲を知ります。でもあの経歴拝見させていただく中で、うん、はい、かなり楽曲提供も聞いてますよね。そうですね、すごい作詞家の私、そうそうそう、作詞家の、うん、そうありました、ね、私だって今日さ、うん、あっちゃんの曲見てて、うんうん、あっちゃん作詞されてて、うん、意外とアニソンシンガーでこう来てくれてる人で自分で作詞されてる人ってそんなみんなじゃないもんね。まあ、みんながみんなではないですよね。そうそうなの、だからいろんなパターンがありますもんね。作詞は最初からされてたんですか。はい、昔からやってて、それこそ音楽やる前から詞を書いてるような子でしたね。ポエマ、ポエマ、ポエマでしたね、うん、心の声を書く、ね、書く、そうっていうかもう日記なんかあるじゃないですか、小学校高学年になると日記書いてたんだけど、それをもう菅さんとか牧原紀之さんとかの歌詞を引用して日記にしてたりとか、歌詞好きだったんだと思います。ポエマーで中二病、ポエマーで中二病、アーティストだわ、アーティストですよ。アーティスト認定されたんだよ。松沢由美のアニソンフラッグ、お楽しみいただけましたでしょうか。モフルクロス、そしてアニソンバーギルド秋葉原店所属の一ノ瀬小春です。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。